こんにちは。今日もマキシグローバルの動画をご覧になってくださってありがとうございます。マキシグローバルでは週間でオーストラリア現地のリアルな情報、そして英語習得についてもお届けさせていただいています。オーストラリアの生活に慣れてくるとパーティーに呼ばれる機会もとても多いと思います。オーストラリアの人は何かの機会でパーティーをするのが大好きな国民です。例えば引っ越しパーティー、お誕生日パーティー、ニューイヤーズイブパーティー、クリスマスパーティー、バーベキューパーティーなどなど、こういったパーティーに招待された時にオーストラリア人の人に Bring a plate と言われることが多くなると思います。私が一番初めにオーストラリア人の友達に Bring a plate と言われた時に、ああ彼女のお家お皿が少ないんだと思って、 Don't you have many plate? と言ってすっごく笑われたことがあります。オーストラリアの人にとって Bring a plateという意味は一品持ってきてねという意味です。でも初めはどんなもの持ってっていいかすっごく悩みました。私の経験からバーベキューパーティーに呼ばれる時に Bring a plate と言われたら自分が食べる分の肉を持っていくというのが一般的です。お肉じゃなくてなんかサラダとか持ってきてって言われる時もあります。スポーツ観戦パーティー、引っ越しパーティー、お誕生日パーティー、クリスマスパーティーなどに呼ばれた時には絶対に喜ばれる一品というのがあるのでご紹介したいと思います。ミートパイ、ソーセージロール、ピザ、この3点は絶対喜ばれます。その他、子供たちの催し物に呼ばれた時に喜ばれる一品というのは、カップケーキ、フルーツサラダ、チョコレートブラウニーズなどです。大人が集まる時に、Bring a plate と言われたら、ちょっとお酒を飲みながら食べれるような一品。オーストラリアの人に、Bring a plate と言われた時の参考にしていただけると嬉しいです。マキシグローバルのチャンネルでは留学生の方、ワーキングホリデーの方のサポートができる情報を提供させていただいていますが、それ以外にもオーストラリアで住まわれてる日本の方、そして日本に住まわれてる方でオーストラリアにご親族の方がいらっしゃる方やお友達がいらっしゃる方なども、オーストラリアの事情や英語に関して興味をお持ちかと思いますので、これ週間で皆さんのためになる情報をお届けしたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までマキシグローバルのチャンネルをご覧になってくださってどうもありがとうございます。皆さんくれぐれも体に気をつけてお過ごしください。ではまた来週の動画でお会いしましょう。